皆さんこんばんは。ブリッジコンストラクターポータルやっていきたいと思います。さあステージ選択、発射回避はなんとかね。初デートでキスは禁物。さてどういうことでしょうね。ぶつかるなってことか。なんだこれ。上のボタンを押してからじゃないとダメってことは、上に行っての下からジャンプだな、これは。そうすると、どうすっかな。いや、ちょっと待ってよ。ちげえな。こうだな。初デートというのは、最初にここを通り過ぎるときの、ここへのキスは禁物よというところでしょうかね。そうすると、どうすっかな。ここにうまい具合着地してもらいたいわけだから、うまくここジャンプしてもらわないと困んのか。そのためのジャンプ台だな。で、ここ橋作っちゃえばいいんじゃない?問題は速度が足りるかどうか。まあ試してみてからだね。とりあえず立ててみてよ、適当に。はい。よし、よし。はい、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 はい。あれ?あれ、折れちゃう。そんなやばかったっけ、ここ。はい。よし。あらららら。ここにそんな負荷かかんの?マジか。引っ張っとくか。いや、こっち降りちゃった。いやー、折れちゃうな。あれ、普通に橋作ってるだけなんだけどな。なんでだ?この地味な段差がいけないのか?いや、真ん中折れちゃうぞ。あれ?どうしてだ?真ん中が折れちゃうね。困るな。押さえてもしょうがねえだろうしな。うん、耐えたね。ちょっとまず一回行ってみようか。はい。いや、折れた。高くて設定しすぎたな。よし。さあどう?こっから上から来てボタンを押す。こう。はい。予定通りじゃないですか。素晴らしい。計算通りじゃん。ただ車列これ持たねえんじゃねえかな。ここが折れちゃう気がする。大丈夫かな。やばいよね。はい。あ、うまく。なんとか言ってほしいとこだよ。はい。いいね。素晴らしい。その調子で、折れずに、10台、行ってくれると、嬉しいんですけれどね。行ったな、こりゃ。これは珍しく、決まったね。綺麗に。素晴らしい。危ねえ、上に行くなんて考え、持たない方がよかったね。バーティカルリミット。もうそのゲーム代金を払っております。In case of illiquidity,
The Enrichment Center offers all applicants the possibility to do compensatory work as test vehicle parking attendants. お手持ちの現金が不足しているわ。Family members may provide test vehicle cleaning services for optional gratuity. あ、とりあえず金があれってことではないのね。はーん。まあ分かりきってんのはここはこういうことでしょう。んであれ耐えられるのかなんなんで、こういうことということしか分かんないけど、よし、こういう感じでしょう。ここはね、頑丈になった ?OK。で、まあ、ここもよく、まあ、ここもわかるんだよ。やりたいことはね。こういうことだというのは、なんとなくわかるんだけど、問題はね、この先だよな。どうしてこれがある?何か意味があるんじゃないか。スピードに耐えらんないのか、もしかして。固く作っとかないとやべえかな。はい。はい。よし。こうして、ちょっと頑丈に作っておこうか。はい。これあんまし意味ねえか。はい。で、こういきます。こうジャンプします。ちょっと一回行こうか。どれぐらいのスピード出る?ああ、そこに着くぐらいね。これなんだ?これなんだ?ボタンを押さないといけないような感じには見えるんだけど、まあ、イメージですけど、こんな感じ?ほんとかい。まあ、どっちにしても、ここのボタンを押さないと、これ、こうしてね、成り立たないと思うんだ。で、ただこれだけだと、当然のことながらこうなっちゃうわけですよ。ペローンってね。だから、ここを頑丈な橋に、アーチ状にして、なんとか、ジェットコースターですよね、もう。さあ、この想像力で果たしていけるのかどうか。よし。ただね、このままこう行かれちゃうと困るんだよな。あのボタンだけうまく押すようにしなきゃいけないので、ちょっとそれはね、調整が必要ですね。はい。はい。来ました。こっからスピード上がります。えい、ボタンを押す。一回転。ムーンサルトアタック。はい。引っかかったな。はい。まあ、予定通りではあるよね。ただ、思ったよりここが脆かったという。方向を固くしてみっか。初列何台通すの ?10 台。きついな。はい。はい。ゆっくりムーンサルト。ムーンサルト。よし。いいよ。ゆっくりとムーンサルトしてって。あれ今回スムーズ、あ、いや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 、いやー折れたな。こっちか折れたの。マジか。こっちが折れましたか。しょうがない。こういう形でどうでしょうか。はい。どうかな。結構シンプルに作ったと思うけどね。はい。さあ、いい感じに落ちていく。
ここで引っかかるのがあんまし良くないのかな。はい、よし抜けた。これ2台同時がやばいかな、負担がかかる。おいった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 、いけるいけるいける、素晴らしい素晴らしいよ。行きやればできるじゃないですか。もっとこれもう時間余ってるね。もう一個いけるね。もう一ステージ行こうか。やっぱね、得意、人によって得意なステージとかありますよね。もう一個いけるでしょ。9バウンド。スタートここか。ボタンを押すと、これが落ちるわけだ。これが落ちて、これを押さなきゃいけないのか。これを押すには、ここでバウンドさせてこっち行かなきゃいけないから。ん？待てよ。ちげえな。こっちか落とすの。こっちだな。はい。ここで、いやー待てよ。これ大丈夫かな。これどうなってんだ。これどうにかしてうまくつなげないといけないってわけか。下からでもいいからね。これ邪魔だな。まあ、何にしても、ここへと導かないといけないんでしょ？すげえ簡単な構造にしてっけど。絶対こっちは耐えらんないでしょ。で、ここだよな、問題は。ちょっと、どれくらい出る？ああ、そこね。こうする必要があるんでしょう。きつくねえか、これ。はい、はい。よし。はい。ああ、届かねえじゃん。ええ、大丈夫かな。ああ、なんとかなったね。問題この先だよな。ここだよ。こことここをどうつなぐ。いやー、マジか。あそこどうつなごうか。ここ、ここはもうね、正直多分これでいいんだよ。頑丈な橋にしとけば OK。 問題はこの下をどう通すかというところですね。どう通すも何もこういうところから伸ばしていくしかないと思うんだけどね。真横に、しかも。はい、まあまあまあ、まずはね、まずはベースみたいなもんですよ。こうこう作ります。でどうせだったらもうここにも支えてもらいましょうと。でこの状態でやると、うん、問題はここまでのやつをどうするかだな。これジャンプさせらんねえかな。はい、なんとか向こうまで持っていきたいとこなんだよね。よし、どう？よし、なんとかなりそうか。ここ怖えな。これジャンプできるとして想定をすると、あんまし下から垂らすのは好みじゃねえんだけど、まあ規則正しい感じでこうやって、で、そうだな、
イメージよ。これはもう完全に多分ちょっと作ってみないと分かんないけど、はい、おっと、一歩こっちだな。こうしてこんな感じでいけるかな。はい、よし、はいはい、もう想像のまんまに作ってみたけど、この3本じゃ耐えらんねえ気がするんだ、ここの振動にね。だからここをどうにか補強したいところなんですよ。はい、これダメか、届かねえか。意外なところ行けるじゃないですか、意外なところ行けるじゃないですか。どうです、いやー、まず、まあ、ここも見てみないとね。はい。はい。いったね。お、マジか。ここが不満でした。はい。あ、待って、上全然いちくってねえけど、いいのか。はい、落ちました。はい、いや全然じゃん、届かねえじゃん。どうしたもんかな。スッと一回でいってほしいよね。スッと一回で、いやペローンってなっちゃうな、ペローンって。あんまし斜めに入るのおすすめしねえんだよな。え、ちょっと待て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 、なんで弾き返された。なんかもうちょっといい方法ねえもんか。いや無理だよな、これ以上はちょっと。はい、ここが怖えな。で、スッと頼む、そこ引っかかっちゃダメなんだよね。そこ引っかかんないにどうにかしすりゃいいのか。どうにかするっつってもな。うん、いや無理でしょう、介入すんのが無理じゃない、そっちの方に。むしろもう直接落としちゃうか。むしろもうね、逆パターンよ。もう直接こっち落としちゃうかでね。こっちの方が早いんじゃね？ねえ、どうです？ここでスッと落としちゃった方が早いんじゃないの？いやー。真下から落とさないとダメっぽいな。真下か。とは言ってもここいじくれねえしな。ここどうにかしたいとこだけど難しいよな。なるべく直線で落としたいね。どうだ、いやいやいや、引っかかってる引っかかってる。ちょっと支え足んなかったな、ありゃこの支えが足んなかったな。どうすっか、よし、いやちょっときついな。上か、いやーきついな。
次だと、そんなにきついか、しょうがねえな。ブロック作戦を決行する。よし、流量空のブロックをこちらに置くことによって、どうです、ダメだな、斜めっちゃうな。もうむしろ引っかかっていいんじゃねえかな。引っかかったな。いけ、最後の最後でちょっと苦戦しそうだな、こりゃ。ほっ、真下に。あー、角度、今のスピードが良くったよ、スピードが良かった。はい、どうだ、はい、上だったらけ、あっとか、調整できるじゃないですか。なんだ、ガードができるじゃないですか。ここで早く行ってくださいよ、気づかなかったな。どうだ、さあうまくダストシュートしてくれると嬉しいな。はい、とティア、すー、引っかかった、開いた、いけるぞ、デレレレデレ、もうちょっと、もうちょっとあそこどうにかしたいんだけどな。違う、もう一個上、そう、もう一個上、よし、これでいけるな、車列、ここで引っかかんないでしょ、ここだな問題は。引っかかってる、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 引っかかってる。いや、よく通れてんな。あいあい、落ちた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 わ。繋いじゃえばよかったね。はい、いいね、いいね、素晴らしい。いけるか、いや、ちょっと待って、折れたぞ。いやー、頑張って頑張って。いやいやいや、折れた折れた折れた。折れたな。はい、どうする、ここの紐切れたな、紐なくていいか、むしろここで支えるか、こういう風に。どうだ、ここだいぶ硬くなったよね。さあさあ、急いで急いで、ここで詰まってんのがまずいのかな。お、タイミング、え、ちょっと待って、そんな想定外の場所で、想定外の場所で今落ちたな。何があった、ちょっともう一回見ねえと分かんねえな。下は何ダメだった今。はい、いや折れてないよな。あー待って、一回転してる、いや折れた。おーおー、どうなってんだ、こっち大丈夫だったね、このこっちダメになったな。どうした、これでどう、ここの負担がちょっと硬いね。ここの負担か、負担を減らすには分散させるしかないと思うけど、こういう感じにしたらいける？はい、だんだんドツボはまりそうだな。
今の時点で赤いもんな。大丈夫かな俺。あー大丈夫、いやーちょっと大丈夫か。折れそう折れそう、折れたな折れたな。ここだ折れたの、これだ、ここが折れる。折れないようにしたらどうしたらいい。ここら辺で四辺な振動を与えすぎか。うん、この腕なんだよな。この赤くなってるところをどうにか分散させたいんだけど、どうしたらいいんだろうな。変なもん乗っけねえ方がいいか。そこへの分散か、どうしよっか。うん、引っ張ってもらうしかねえか。大して変わりないよね。滑らかすぎかなここが。いや折れないで。お、なんとかなんとかなんとか持ったな。よし、今回はここまでにしよう。ちょうどいい時間だ。というところでね、今回は無事に試験車両10台ずつ送ることに成功しました。次回もこの調子でねやっていけたらなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。